5月2日西東京教会主日礼拝、聖書の箇所はヨハネによる福音書第3章1節から15節まで。賛美歌は475ページです。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ。感謝を捧げ、皆をたたえよ。主は恵み深く、慈しみはとこしえに。主の真実は世々に及ぶ。お祈りをいたします。主イエスキリストの地なる神様、あなたが全能の神であられることを信じます。すべての力よりも強い力を持っておられます。そのあなたが私どもを愛してくださり、あなたの民、あなたの子としてくださいました。どのような闇の力、罪の力よりもあなたが大きな力を持って私どもを捕らえ、守り、導いていてくださることを信じます。それなのに、そのあなたの恵みを忘れ、繰り返し離れてしまう私どもの罪をあなたの御前に言い表し、今あなたの御元に立ち返るものとしてください。あなたが私どもを引き戻してくださり、もう一度あなたの御言葉を聞かせてくださる恵みに感謝いたします。私どもは不安の中に行きます。再び非常事態宣言が発令され、コロナが発見される数がどんどんまた増えていきます。医療体制も逼迫していくと言われます。一体いつこの状況が完全に克服されるのであろうかと思います。しかしそのような中にあっても、ウイルスの力に目を奪われるのではなくて、困難な中にあってなおあなたを信頼して見上げ、今この状況の中でどのようにあなたを信じ、あなたに従い、あなたの御栄を表していったらよいのか、祈り尋ね求めながら
この時を過ごす私どもとしてください。ここに一堂に集うことができなくなっておりますが、放送を通して共に礼拝を守る仲間たち一人一人の上に、あなたが豊かに御霊の祝福を注いでください。主の名によって建てられている全世界の教会が、あなたの民としての喜びを分かち合い、あなたの皆を賛美し褒め歌うことができますように。今困難な状況の中にあって、医療に従事する方たちや政策を作る者、政治を実行する者、本当に困難な舵取り、困難な課題に直面しています。その一人一人に謙遜な思いと、あなたの助けの力を豊かに与えてください。どうか世界が共に困難を乗り越え、そしてあなたが備えてくださる御国への道を共に歩んでいくことができますように。あなたがいつも御霊を持って私どもを導いてくださることを信じ感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書の朗読をいたします。聖書は新約聖書ヨハネによる福音書第3章1節から15節まで、新共同訳聖書で新約聖書167ページです。ヨハネによる福音書第3章1節から15節まで。さて、ファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。ある夜、イエスのもとに来ていった。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれねばならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来てどこへ行くのかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。するとニコデモは、どうしてそんなことがありえましょうかと言った。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。はっきり言っておく。私たちは知っていることを語り、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から下ってきたもの、すなわち人の子のほかには天に昇ったものは誰もいない。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。御言葉に耳を傾けていると、私たちの姿を見ることが許されます。そして私どもに触れ、
私どもを捕らえ、私どもを救っていてくださる主イエスキリスト、父なる神、御霊なる神の御業を見ることが与えられるのです。今日ご一緒に耳を傾けておりますヨハネによる福音書の3章1節以下では、ニコデモという人を通して私もの姿を見ますし、ニコデモに働きかけてくださる主イエスキリスト、神のお姿を通して私もに触れてくださる神様の姿を見ることが許されます。この3章の1節から15節、説明しなければならないことがたくさんあるかもしれません。しかし、さまざまな説明をするよりも、今申しましたようなこの聖書を通して私もの姿、そして私もを救っていてくださる主イエスキリストのお姿を何よりも見ることが許されるようにと願います。3章1節からこう記されていました。さて、ファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。このニコデモという人がファリサイ派に属し、ユダヤの最高法院サンヘドリンの議員をしている人物だった。そのことが紹介されています。2節に、あるよイエスのもとに来て言った。ラビ、私もあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。ここでニコデモが主イエスキリストを訪ねたのが夜の出来事だった。そのことを通してニコデモは人目を避けて主イエスキリストを訪ねたのではないか、そのようにも言われます。そしてここでのニコデモの言い表している事柄は、先週ご一緒に読みましたヨハネによる福音書の2章の23節以下で、エルサレムで主イエスキリストが多くの印をなさったのを見て、多くの人々が主イエスの名を信じるようになったけれども、主イエスキリストご自身はその人々を信頼されなかった、そう言われた印を見て信じた人々と違いがないようにも思われるのです。あなたがなさったような印は、神様が共におられるのでなければ誰も行うことはできません。そのようにニコデモは主イエスキリストについて言い表すのです。しかし、他の群衆との違いで言うならば、ニコデモは主イエスキリストについてこのような思いを抱きながら、あなたはどなたなのですか、神様があなたと共におられるのでなければこのような印を行うことはできないはずです、そのように主イエスキリストのところに尋ねていくのであります。3節でイエスは答えて言われた。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。主イエスキリストがニコデモを迎えて答えてくださるのです。このようにして主イエスキリストはご自身との関わりの中に、ご自身の御言葉の響きの中にニコデモを捉え巻き込んでいってくださっているということができます。私ももう人間的に言うならば、何かのきっかけで教会に行こうと思い、主イエスキリストのことを知りたいと思い訪ねていったのです。しかし、そこで起こったことは、主イエスキリストが私もと出会ってくださり、
主イエス・キリストが私どもを捉えてくださったという出来事でした。この後の主イエス・キリストとニコデモとの対話で明らかになってくるのは、ニコデモがどうしてもこの時点で主イエス・キリストがおっしゃっておられることがわからないということです。3節ではっきり言っておく、元の言葉で言うとアーメン、アーメン。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。新しく生まれなければ、ある聖書の訳では上から神様から生まれなければ私たちは神の国を見ることができない。主イエス・キリストは神様の御業で私たちが新しくされなければ私たちは神の国を見ることはできないのだと告げられるのですが、ニコデモは大人になった者がどうしてもう一回生まれるなんかなどということができるのだろうか、ちぐはぐな対話になります。9節ではニコデモはどうしてそんなことがありえましょうか、まだそう言います。それに対して10節で主イエス・キリストはあなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか、そう言われます。そして12節では私が地上のことを話しても信じないとすれば天上のことを話したところでどうして信じるだろうか、そう言われるんです。はっきりとここではニコデモはわからない、信じられない、そういう姿が明らかになっているんです。しかしそれでもこの出来事を通してニコデモは主イエス・キリストの関わりの中に捉えられ、主イエス・キリストの言葉の響きの中に巻き込まれていくんです。おそらくこの後ずっとニコデモは問い続けるんです。この方はどなただろう、この方がおっしゃったことはどういうことなのだろう、尋ね続けるんです。この福音書ではニコデモが再び登場するのは7章に入ってからですが、周りのユダヤ人たちが主イエス・キリストを罪人として裁こうとする、そうするとニコデモが勝手に裁いてはいけない、もし裁こうとするならば立法でちゃんとこの人の言い分も聞くように、この人の言葉に耳を傾けるようにと定められているじゃないか、そういう発言をします。そしてさらにニコデモが登場するのは主イエス・キリストが十字架にお付きになられた後、有馬太のヨセフとともに主イエス・キリストの体を葬る、このように見てまいりますと、不思議な仕方でニコデモが主イエス・キリストの御業に巻き込まれ、主イエス・キリストを少しずつ受け止め、知って、信じていく、そういう歩みを作られていくんですね。そしてそれはただニコデモが自分で勉強したからということではないんです。そうじゃなくて、ニコデモが主イエス・キリストによって捉えられ、主イエス・キリストの言葉の前に立ち続ける、主イエス・キリストの御言葉の響きの中に捉えられていく、そのようにしてニコデモを捉えている主イエス・キリスト、父なる神、御霊なる神、その働きの中でニコデモは変えられていくんですね。このニコデモの出来事の最後に突然のように13節14節でこう記されています。天から下ってきた者、すなわち人の子のほかには天に昇った者は誰もいない。そしてモーセがあれので蛇をあげたように人の子もあげられねばならない。
それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。この蛇をあげるというのは出エジプトの出来事の時に神様に対して罪を犯したイスラエルのために毒蛇が送られる。その時にどうにかして神の民を許してくださいという祈りに応えて、神様が銅で作った蛇を高く掲げなさい、そして蛇に噛まれた者はこの蛇を見上げなさい、この蛇の像を見上げた者は蛇に噛まれても死ななかった。ここでは神の民が罪を犯す、人間が罪を犯す、そのために人の子が挙げられる、主イエスキリストが十字架につけられる。そうでなければ誰も永遠の命を得ることができない。逆に言うと、主イエスキリストが十字架についてくださることによって初めて全てのものが、信じるものが永遠の命を得るものとされる。ここに新しい命が、上からの命が始まっているんです。新しい命、上からの命はまだ完成されていない途上です。ニコデモも新しい命に生き始めるものとされているんです。でもまだわからない、まだ信じられない。でもそのまだわからない、まだ信じられないニコデモを神様が捉え導き続けてくださるんです。その土台には挙げられた人の子、主イエスキリストの十字架の出来事があるのです。そして主イエスキリストが、父なる神様が、御霊なる神様が、信じる者が皆永遠の命を得るようにと願いながら、私どもを巻き込み導き続けていてくださるのです。ニコデモに起こった出来事は私どもに起こっている出来事です。ニコデモによって示されている姿は私どもの姿です。そしてニコデモを捉えていてくださる主イエスキリストは、私どもを捉えていてくださる主イエスキリストなのです。私どものために十字架に挙げられた御子イエスキリスト、このキリストのおかげで私たちは永遠の命を得ることが約束され、許されているのであります。お祈りをいたします。父なる神様、牧師でありながらまだわからないこと、信じられないことがあります。何十年信仰生活を送ってもまだわからないことがあります。でもそのようなまだわからない私とも捉え導き、新しい命に完全に生きることができる、その時まで支え続けてくださるあなたの御業があります。そのために掲げられている主イエスキリストの十字架の出来事を見上げ、あ、このおかげで許され救われている、そのことを味わい直すことができますように。そして私も捉えてくださるあなたの恵みの御業に心を注ぎ、そのあなたの指し示してくださる道を、あなたに従って歩む道を求めていくことができますように。あなたの御言葉の恵みに感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌475番。雨なる喜び、聖なる愛よ、こよなく尊き我が君イエスよ。救いの恵みを携えくだり、おののくこの身に宿らせたまえ。聖霊の息吹よ、今吹き来たり、悩める心に憩いを
我らを憐れみ、罪より放ち、溢れる喜び受けさせたまえ。力の我が主に来たりとどまり、我らの心に命をたまえ。明日に夕べに祈りを捧げ、救いの御業を歌わせたまえ。我らも新たに作り変えられ、清めを受けつつ栄えに進み、御国に至りて御前に伏す日、御顔の光を仰がせたまえ。アーメン。主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。